FC って本当に一体何なんだ？そう思ってしまうようなニュースが飛び込んできたわね。今回はその件と北朝鮮での試合についてまでやるので、ぜひ最後まで見ていってね。驚きでしかないよ。アジアサッカー連盟 AFC は30日、アジアカップのバーレーン代表のディフェンス派であり28に対して課していたサッカー活動停止の暫定処分を取り消したと発表した。24日の処分発表から急転、31日に行われる決勝トーナメント1回戦日本戦のメンバーに登録される可能性が出てきた。実はこの件について昨日動画で紹介したばかりだったのよね。活動停止なんだから日本戦は出場できないって話してたんだよな。それがこんな急に。本当に急すぎる。暫定処分とはいえ、決勝トーナメントの一番大事な時に取り消しって、何のための処分なのか意味不明すぎる。疑惑が晴れたってことなのか？何にしても到底納得できるものじゃないよな。AFC は今月24日、アジアハイグループリーグ初戦の韓国戦1352ハザアリから採取されたドーピング検査の検体から禁止物質が検出されたと発表。アンチドーピング規定に沿った最終決定が行われるまでの間、暫定的なサッカー活動停止処分を下していた。今回の決定は違反の疑いが晴れたためと見られるが、AFC は理由を公表していない。理由を公表せずに処分取り消しとか意味不明すぎる。疑いが晴れたならそう公表すればいい。しないと余計な疑惑が生まれるだけだろ。とにかくこのタイミングでってのがおかしすぎる。日本っていつもこういう目にあってない？ AFC、中東はあまりにも好き勝手やりすぎだ。日本に対してはありえないほどの厳罰を喜んでやるくせに、自分たちや中間には激甘。うんざりする。そう？こいつらには前科が山ほどある。今回の件だって疑いたくもなるわ。何もかもがうやむやで中途半端。その上で下す決断は最悪で最低。本当にどうしようもない。ハザアリはバーレーン代表通算5試合出場の左サイドバック。昨年秋の北中米ダブルハイアジア二次予選から主力に定着し、ドーピング検査が行われた初戦の韓国戦、処分が決まる前に行われた第2戦マレーシア戦10に先発出場していた。処分後に行われた25日の第3戦ヨルダン戦10は登録メンバー外だった。随分と都合のいい処分期間ですこと。このドーピング疑惑が日本であったら大会中はもちろんのこと、相当重い処分にしてたことだろう。自分たちは理由すら公表しないでいいんだもんな。暫定的なサッカー活動停止処分の対象は公式戦や練習試合だけでなく、日々のチームトレーニングも含まれるため、ハザアリは少なくとも29日まではバーレーン代表の練習に不参加。それでも処分が取り消されたことで、日本戦の登録メンバー入りが可能となった。ドーピング違反って割と重いものだと思ってたけどね。なんだかいろんなものが軽い処分になってるの見ると、ルールってなんだろうな。そんなことを考えてしまうわ。ドーピングが許されるなら正当な方法で頑張ってる人たちがバカみたいだよな。だから許されるものではないはず。だからこそ厳罰にしようってことなんじゃないのか？口では綺麗事言うけど、実際はまらく。これでこの選手が出場したら笑うしかないな。練習には参加できてないんだから、コンディションを普通考えるだろうが。そうでなければ、お金ですかね。いろんな疑惑は出ますよ。理由公表せずに都合よく日本戦直前にこんなことするんだから、怒りで冷静になれんな。みんなの反応見ていこう。AFC が、このような曖昧な対応を行ったりするから、いつまで経ってもアジアのサッカーのプレゼンスが上がらないんだよ。裏で金でも動いているんじゃないの？と勘ぐってしまう。せめて試合中の審判の対応は、公平に厳正に行ってほしい。中東には嫌なイメージだらけだけど、昔からこういうのが続いてきたからね。こういうの見るとやっぱり試合でも不可解な判定とかも不安になってくる。私たちは何一つこいつらを信用してない。それだけのことをやってきたんだから。疑惑が出ようが出まいが個人的にはどっちでも良いんだけど、ドーピングの疑惑が出た選手をそんな簡単に処分取り消しになることってあるんだと単純に思った。ドーピングってスポーツ界では最大の禁止行為ですよね。今回の場合、なぜ一旦ドーピング違反という判定が出たのか、どういった経緯で処分取り消しになったのかっていうのを公表するのが義務だとも思うんですが、肝心なところがうやむやな気がします。この後紹介する北朝鮮の件もそうなんだけど、決定だから。以上。それ以外に何の情報もないの。なぜその結論に至ったのかも謎。独裁国家みたいだな。構図は全く同じね。権力ある者が好き勝手やって、それに振り回される国民。自分たちがやられたら大騒ぎするくせに。これは中東の笛が吹き荒れる前触れですね。中東の審判団になったし、ファールや PK などフェアプレーとは真逆のことが起きるでしょう。すべての出来事がそのことを暗示しています。怪我がないように注意しないと選手生命すら危ういですよ。本当に誰も信用してない。本当に昔から日本は嫌がらせされ続けてきた。普段中間に嫌がらせされ、サッカーでは中東にまで嫌がらせされる。何にも変わらない。選手の無事を祈ることしかできないのが腹立つ。どんだけ金を積んだんだ、という話です。一般的に、ドーピングが指摘されて、何の理由の公開もないままに、取り消し処分はおかしい。
日本対策でドーピング選手が必要だから金で解決したようにしか思えない。日本としてはそれだけで価値は揺るがないと信じていますが、ドーピング選手に金を積むということはあくまで可能性ですが、審判の買収も考えられます。つまり今夜の笛はバーレーン有利に働くかもしれない。ただでさえ中東開催なのにということです。この難関を日本が突破できるか真価が問われる一戦になりそうです。お金については当然疑われるでしょう。何の説明もないんだから。 AFC って本当に変な組織だよな。この件もだし、審判団の割り当てとかもおかしくないか。なんで中東とやるときに毎回中東の審判団、東南アジアとかあるだろ。いいところに気づいたわね。アジアサッカー連盟は31日に行われるアジアカップ決勝トーナメント1回戦バーレーン代表対日本代表の審判団を発表した。主審はクウェートのアハメド・アルアリ氏が担当する。アルアリ主審は29日にカタール対パレスチナの第4審を務めたほか、30日のサウジアラビア対韓国では VAR に割り当てられており、3日連続でアジア杯を担当することになった。30日の担当試合が始まってから19時間30分後に日本戦のキックオフを迎える。VAR チームは UAE のセットになり、モハメド・ハッサン氏が VAR、アデル・アルナクビ氏が AVAR を務める。中東相手に全員中東の審判団に、過酷すぎる日程の割り当て。何考えてるんですか？おかしいでしょこれ。過密日程で冷静な判断ができるのか。私なんか韓国対サウジの中東連発やらかしのおかげで4時まで起きてて、発狂しそうよ。今気持ち悪い。寝不足ってレベルじゃないもんな。まあでも、人間ってのは限界があるということ。過密日程で判断力が鈍ることは考えられる。その犠牲者が日本とならないことを祈るしかない。どうにも嫌な予感がする。みんなの反応はどんな感じだ？ AFC って審判のスケジュールや割り当て方がおかしいですね。もともと全然上手くないけど、3日連続とか、中東と試合するのに中東の審判とか。よほど人材不足なんですね。寄せが早いし足へのファールをあまり取らない傾向があるので、ハイプレスと早いパス回しの連携で崩して勝ってほしい。ってこれは結構体力使うので、交代も重要になってくるかもですね。アジアの審判団はどこもあれだけど、同地域だと個人的なものが入ってくる可能性あるからね。人材不足はあるだろうけど、にしても。なんか審判団の割り当て方というか、割り振り方がおかしいし変じゃない？3日も連続で当てるのも変だし、中東と試合するのに中東の審判団も変だし、なんかわざと日本を振りにしてるように見える。せめて日本と中東が試合するなら、東南アジアか豪州の審判団が公平では？かといって東アジアの審判団じゃ日本が振りに扱われるし、どうあがいても振りか。利権が働いてたり、権力の圧力があったり、お金が流れたりしてるしか思えない。そのくらい中東の笛って、日本を振りにしてる。まあ、2022ダブルハイもかなりの額のお金が動いて流れてるっていうしね。どうあがいても不利になるのはその通りだわ。なんか悲しくなってくるな。中東の笛とか関係なしに対戦国の地域を定めて、関係ない第三者の地域から選出すべきでしょ。日本対中東なら東南アジアか豪州にすべき。これは中東の笛以上に主審のジャッジの質の低下が心配。もともとレベルが低いところに過密日程で質が落ちるとか地獄でしかないわよね。すげえ嫌な予感がする。なんとか日本が無事に勝てますように。ここまでがアジアカップ、バーレーン戦の話。AFC についてはこの大会に限らずおかしいの。アジアサッカー連盟 AFC は30日までに公式サイトを更新し、北中米ワールドカップアジア2次予選の北朝鮮代表対日本代表の開催地が北朝鮮の平壌にあるキムイルソン競技場だと明らかにした。3月26日午後5時のキックオフを予定している。狂ってる。最近もまたドンパチやってるのにそこにのこのこサッカーしに行くとかおかしいだろ。AFC の奴ら全員ついていけよな。安全だって言うんならよ。女子は先に決まってたし、そのような報道が出ていたから覚悟はしていたけど。さすが AFC。B 組で首位に立つ日本代表は3月21日木に東京都の国立競技場で北朝鮮と対戦し、同26日神アウェイで北朝鮮と対戦する。北朝鮮は2019年のカタールダブルハイ2次予選を最後に例のウイルス以降は国際試合を国内で開催していなかったが、入国制限の緩和によって今年からホーム開催を解禁。2月24日にはパリオリンピックアジア最終予選第1戦で北朝鮮女子代表対日本女子代表なでしこジャパンをキムイルソン競技場で開催する。男子の日本代表が北朝鮮で試合を行うのは、11年11月のブラジルダブルハイアジア3次予選以来13年ぶり。この試合は0-1で敗れている。あの時も色々あったな。ぶっちゃけ勝敗はどうでもいい。無事に終わってくれ。みんなの反応を見てみましょう。女子日本代表の北朝鮮アウェイ戦が平壌開催になることはすでに発表されていましたので、男子もそうなるかなと覚悟はしていましたが、最悪の展開になってしまいましたね。選手の安全政治面でも試合面でもが何よりも心配です。ホーム戦を日本で開催しておきながら、アウェイ戦だけ中立地開催を希望するのは不平等ですので、北朝鮮戦は2試合とも中立地で開催するように要求するべきでした。そもそも、国交がない国同士の試合では、双方の明確な同意が行われない限りは中立地で開催するという制度であるべきでしょう。
FIFA は選手の安全を第一に考え、国交がない国同士の国際試合のあり方について見直すべきです。残念ながらこの人たちが動くのは常に最悪な事態になった時だけ。つまり手遅れになった時にようやく動く。それでは意味ないから、何を根拠に安全とするのか謎すぎる。さっきの件と同じよね。何もかもが曖昧で中途半端。いや、これは許されることではないだろう。日本のホームでの試合中に北朝鮮の選手が日本人スタッフを殴ろうとしてたくらいだ。自国でやったら何されるかわからない。AFC の役員たちはこの国にどんな接待を受けたんだろうか？本気か？日本のサッカー協会も断固抗議するべきだろう。正気なのか疑いたくなるよな。参加させてる時点ですでに正気じゃないから多少はね。北朝鮮戦に限っては平壌開催を回避できるなら自国開催も諦めて第三国での2試合を希望する。そのくらいかの国かの人は今の日本には全く理解できない異様なエリアであり、選手関係者応援マスコミ全ての安全が保障されない全くもって不気味な世界。そんなところで戦う意味がない。意味がないというか危険でしかない。とにかく処分取り消しもだし、北朝鮮での試合もだし、AFC という組織がヤバいことは再認識した。でもやるしかない。まずはバーレーン戦、不安もあるけど日本代表に期待しましょう。勝った時はリアルタイム編集で速報動画を投稿予定。今のうちにチャンネル登録して待っててね。さてみんなは今回の件や AFC についてなどどう思うだろうか。高評価ついでにコメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回。オーミーポー。